こが前、前と今日まで住んでるあのレンタルアパートです。荷物これだけ、だいたい部屋のサイズはですね、何でしょうね、ワンルームぐらいだな。ちゃんとシャワーもありますよ。それは洗面台で、まあ料理しない人は関係ないでしょうね。キッチンでね、でこれはクローゼットっていうか、なんか物置が各自もらってくるのか、前の住人がくれるのか。あとトイレです。トイレありがとうございます。トイレの神様ありがとうございます。で大体こんな感じで、今回はドアもついてます。すごいでしょうか。すごいでしょうか。大体部屋の中に、ね、仕切りがないところもあるんですよ。だからこういうところでこれ一泊3000円です。オーナーが勝手に好き勝手に増加してるから、だとこんな感じになるんですよ。素人がするとこうなる。まあいいですよ、一泊3000円だから。やっぱね、あのニーズっていうのはこの辺かな。5000円ぐらいの部屋っていうのはあんま借りたくないですよね。3000円で十分ですよね。3000円で9万円か1ヶ月で、水道、電気、シャワー込みですもんね。だからまあ暮らすのには絶対困らない、そのスペースと設備ですよね。こういうアイデアはいいですよね。日本もっていうかね、うん、日本もこういうアイデアがいいと思います。この鍵ね、これですよ。こんな感じ。じゃあありがとうございます。